ハマってることがあれば教えてください。これは絶対あるやろ、みんな。ハマっていることですか、うん、ちょっと絶対ちょっとさらさせて、あのさらしたら絶対あるね。ハマってること、うん、最近ハマってることでいくと、うん、あ、ありました僕。お、言ってもらいましょう。じゃあやつからいいですよ。あ、いいですか、うん、僕ね、基本コンビニでご飯って食べないんですよ。買わないですよ、うん、弁当、うんうん、高いからね。高いし、まあ、仕事終わりに疲れたなと思ってコンビニで買って帰ろうと思って、うん、サラダチキンバーっていうのあるじゃないですか。サラダチキン、うん、バーみたいな、うん、あれが好きで結構、うんうんうん、でこれだけでいいやと思ってそれ買って帰ったんですよ、うん、はいはい。で開けてみたら、うん、サラダチキンバーじゃなくて豆腐ひじきバーって。え、何ってあれ似すぎてるとか一緒のとこにあって、真横に形状も全く一緒で、うん、まあ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 、まあ、横に並んでたから、うんうん、え、何この豆腐ひじきバーって見たことないなと、うん、でも買った以上は食わなあかんから。せやな、そうやな、うん、これ食ってん、うん、めちゃくちゃうまかった。思わぬ。お、そう、めっちゃうまかったよ。こうハマってますね。豆腐ひじきバー、豆腐ひじきバー、セブンイレブンでやってます。それはハマってることがあればやから、豆腐ひじきバーを食べることがハマってる。ハマってる。あ、なるほどなるほど。ハマってるものをやったら豆腐ひじきバーって言い方で厳しすぎるやろ。厳しいなこいつ。そう、ハマってることやから、だったら豆腐ひじきバーを食べることがハマってるでいいですか。もういいよ。わかりました。厳しすぎるやろ。厳しいなこいつ。厳密やな。あの、それそんな美味しいんや。めちゃくちゃうまかった。じゃあかっちゃん、ハマってること。僕はそうですね、やっぱりあの同じまあ食べ物関連でいくなら、うん、やっぱりすき家のマヨニンニクファイヤー牛丼を食べること。もう結構です。え、もう結構です。じゃあ食べることで言わへんかった。食べること以外でハマってること、うんうん、なんでしょうね。おしゃれな服を買うこととかですかね。そうなんです。見たことないけどおしゃれな服なんだこいつ。え、あ、今まで着てた服の話してんの。いや、さ、いや、撮影の時とかあんまり着てこうへんな。嘘つくなってよ、お前。撮影の時カッコつけてる。撮影の時じゃあんまり着てる。うわ、こいつプライベートはもっとかっこいいみたいな。嘘つけよ、お前。でもプライベート私服企画みたいなやってもいいもんな、それやったら。そんな意味だったらな。あ、でも一回じゃやってみようや、それでも。ガチでやるけ。誰が一番おしゃれか、ガチで投票で。うん、そうやな。絶対負けへんで、俺。まあでもそのおしゃれっていうのは、やっぱりその、みんなさ、自分が思うおしゃれがあるやんか。なるほど。だからその、自分がやりたいことをしてればいいと思うのよ。なんかこいつ急にひよってきた。だから、なんかあんまそういうのを競ったりするのは、良くないと思います。何こう、タカラジェンヌみたいな。ハキハキ喋りやがったもん。僕、あります。あるん？明確に。なんなんなん、もうちょっと最近ほんまガチゲーム。ハマってて、おちょっと任天堂スイッチのゲームなんですけど、はい、ドラクエ10とポケモンバイオレットスカーレット、この2つめっちゃハマってます。ゲームってやっぱ日本の文化やなって。そうですね、うん、え、最近ゲームとかされてます？実は私、うん、ポケモンしております。え、マジ？マジ言ってる？マジで言ってます。バイオレットやってんの？バイオレットやってます。もうどこまで行った？もう全部終わってます。もうリザードも捕まえた？リザードもやってないです。え、もう今リザード出てるし。知ってます。なんでやらへんの？あれだってなんかマルチじゃないと無理やろ。まあまあそうやけど、マルチ面倒いなと思って。え、あれってさ、それこそ俺とかっちゃんで協力とかできるのかな？できるよ。え、やろうよ。全然いいけど。じゃあ後でやろう。仕事をしようなガチな話やめてもらって視聴者と僕置いてけぼりなんでやめてもらっていいですか？申し訳ございません。ポケモンにね、また後で話そう。そうですね、うん、はい。